皆さんこんにちは、もしくはこんばんは、マーブルです。この動画はオープニングトークはありません。アニメをご自身でご用意していただき、同時再生の上ご視聴ください。それではカウントダウンの後始まります。スタートです。いきなりオープニングからですね。シャドウハウスのシーズン2の9話ですね。いや、前回ね、やっとローブ様の正体がね、分かったんですよね。まあなんかね、今回エンディングにもちょっと出てるし、確かそのポスターというかね、なんかそのなんだろう、シーズン2の、なんて言うんだっけ？そこ調べておけばよかった。なんかイメージ、なんて言うんだろうね。アマプラとかでもね、サムネみたいになってるね。イラストにも確かいますよね。確かマリーローズと、バーバラがいた気がするんだよな。だからなんかこの二人絶対なんかあるんじゃないかなって思ってたので、あ、やっぱり関わってくるんだ、みたいなね。なんか、二人の過去になんか関係してくるんじゃないかなって思うんですよね。その、マリーローズがね、今回しようとしたことというかね。なんで憤ったのかとかね。はい、オープニング終わりました。最後の授業。おー！それで身長をごまかしてたんだ。なるほどね。なんかもともと、ちょっとお芝居がかった感じの喋りですもんね。なるほど。あ、やっぱり。ああ、これもそうだったんだね。やっぱり権力争いとかではないんだろうな。ということは。二人結託してたのかな？協力したんじゃない？やっぱり。そんなこともできんだ。すごいね。時間がない。出た。お呼ばれ。教えて教えて。一体か？やっぱりね。やっぱりそうなのか。儀式。だから単体です。動いてるんだよね。純粋。
だからか。だから焦ってんだね、というか。でもそれ使えば逃げれない？ほうほう。同志を探してたの？ケイトみたいな。洗脳されてないというかね。どうやって決めてんだろうね。騒ぎを起こして、なるほど。探してたんだね。ローブ様の姿で。あるね。なんか罠がいっぱいあったね。そうだよね。そこから出れないの？わー。なるほどね。でもなんか、ケイト様みたいに飛べれば いけないかな。やっぱり一個人として認めるって人は他にもいるんだね。もがいてたんだね、今までね。どうなんだろう。シャドウ自体って自死ってできんのかな？いやー。何か手はないのだろうか。ね。なんかする気？
なんか怪しいなと思ったら。高速か。ええー。なんかパトリックたち来ないかな？出た出た。力勝負。そうだよね。いやでも、もう二人が、これが最後の授業ですか？一旦退却？うん、そこは変わんないんだね。ちょっとね、ほだされかけてたよね。わー、早いな、おい。うん。そうね、今必死になってんだよ。そんなに？屋敷中？ああ、なるほどね。わあ、それはすごいな。わあ。なんか新しいセグウェイかな。やだな。え、何する気？どういうこと？じゃあ何する、え？ああ。水に落とした。なんか調べたもんね。うんうん。それがね、役に立ったね。ん？気をつけて。おい、何？なんだ？知ってるはずね。なんか本当に授業で教えてくれてんのかな？まさか。こびりつきって？ああ。あ、じゃあ、それやばいじゃん。ああ、ああ、ああ。ジョンのすすを。
こびりつきにしちゃう？あ、やっぱりね。うわぁ。増えちゃったー。なんか空飛ぶんじゃない？ そうだね。すべてを出さないよね。隠しとくよね。まあなんか、好意的に捉えるなら、二人のためにやってくれてるのかなって感じもするよな。こんなドシンドシンってて誰か来ないのかな？どっちかな？普通に必死になってるだけかな？そうだね。一体化した方が強くなるというか、あるのかな？久しぶりに出てきたね。箱の確認？誰？わー。新しいキャラが。誰この人？なんか毛深い。お迎え。トマスさんね。なあ、みんな。なんなの、やっぱりシャドウの方が能力使えるから？本気になるとシャドウになる？なんか2階は2階でやっぱりこう権力争いというかね、あるんだね。いろいろ。一体化の失敗ってこと？目つけられてるな、ちょっと。優秀だったんだね。途中で変わってったからかな、やっぱり。意識が。その後なんだな、きっと。何かあったとしたら。
ああ、怪しまれてるな。これはやばい。なんかそんな感じだね、今ね。授業とか行ってるし。いや、エドワード頭いいんだよな。なるほどね。だからお迎えか、来たんだ。なんか手柄を持ってってことね。ほう。命消えるの？そっか。長っ。なんかそこまで見越してんのかな、彼女。失敗するだろうし。何？これ、どうなってんの？眉になってる？だってまず一週間、二週間、何も口にしない時点で、生き人形は普通の人間だからやばいもんね。うわあ。この時点でさ、シャドウも、エンディング入りました。どうなんだろう。失敗したらさ、生き人形の人間が死んじゃうのはわかるけどさ。シャドウはどうなるの？シャドウも、もうその、形、人間の形を保っていられなくて、ダメになってしまうってこと？両方ともダメになるってこと？まさかクリストファーたちってこれで失敗しちゃったんじゃないよね？怖い怖い。怖いな、その儀式。どっちなんだろう？なんか、この、マリー・ローズとバーバラの過去の話って、これからなのかな？これから描かれるのかな？絶対さ、その優秀だった時の話？これから描かれるよね。なんか絶対仲良かったというかさ、この二人の、なんかあったんだろうね。なんかそこはキーになってそうな感じはするんだけどな。次回は？仲間の価値。はい。シャドウハウスシーズン2の9話見終わりました。そっか。なんか、ちょっとわからなくなってきましたね。マリー・ローズはさ、本当に、出て行こうとしてるのかなというか、もう多分無理だって分かってるんじゃないかな。どんなにやっても無理だったというかね。どうなのかな、その仲間を探してる時点で、多分もう一人では無理だってなったんだと思うんだよね。で、結局その、協力してやるのが無理なら、多分その、ケイトに後を任せるじゃないけど、多分今教えてくれてるんだと思うんですよね。この最後の授業っていうのもね。
なんかね、教訓的な感じでね、レッスン1みたいな感じで教えてくれてましたよね。それはなんかその今後ね、このシャドウハウスに残るケイトたちのことを考えて教えてくれてるのかなというか、レッスンしてくれてるのかなっていう感じはするんですが、どうなんだろうな。多分そのもうお呼ばれしてしまったら、自分たちがその一体化するにしても失敗してしまうというのも多分そこまで見越してるんじゃないのかな。もう多分だから自分たちに未来がないっていうのを分かっててなのかなみたいなね。多分もうこの時点で二人で脱出しようっていうのを諦めてる気がするんだよな。違うのかな。まあエドワードもね、なんか似たようなこと言ってましたよね。反乱分子のケイトにレッスンするためというかね、まあいろいろ教え込むためみたいなね、そのための時間稼ぎをしてるんじゃないかみたいなこと言ってましたよね。多分それが当たってるんじゃないかなと思うんですよね。でやっぱり優秀だったんですね、マリーローズさんね。だからそのすす量が少なくても優秀だったんですね。優秀なシャドウだったんですね。それが多分その過去の部分ってこれから描かれるんじゃないかなと思うんですけど、多分次かその次ぐらいに。でその時に多分なんかね、その昔は優秀だったのにって言ってるところで、やっぱりバーバラが一緒にいたので、そこでなんかバーバラとの友情の話なのか何かあるんじゃないかなって思うんですよね。で多分バーバラはそのあれだったのかな、たもとを分かれてしまったというか、意思を違えてしまったというか、彼女はそのここに残ることを選んだというかね、彼女とは違う道を行ってしまったのかなみたいな、なんかそこら辺は何か過去にも何かキーがあったんじゃないかなって思うんですよね。マリーローズさんがこういう風にしようって思ったきっかけみたいなね、出来事がね、もしかしたらそこにもやっぱりクリストファー関わってるかもしれないし、え、もしかしてクリストファー一体化に失敗したんじゃないよね。失敗して二人ともダメになってしまったとか、それも実はマリーローズが知ってしまってたりとか、可能性はあるのかなとか。でもどうなんだろう、どこまでの記憶がというか、そのマリーローズさんがね情報を得てるのかどうかがちょっとわかんないんですが、一体化がどういうことかっていうことも知ってるから、彼女なんかワンチャンその情報知ってるとありえるんじゃないかなって思っちゃうんだよな。わかんないですけどね。本当に二人にね危害を加えるつもりはなくて、ケイトとジョンにね本当にレッスンしてるというかね、その二人のためにレッスンしてるというか、意思を引き継いでもらうためにしてるんじゃないかなって思うんですけど、どうなんでしょうね。必死さは確かにあるけど、そのなんて言うんだろうな、今見えてるところはちょっとミスリード的なねところはあるんじゃないかなって思うんですよね。だからどうなのかなっていうか、そのやっぱり2階は2階でいろいろ権力争いというかね、今回ねトマスさんっていう人が出てきましたけど、トマスさんなんか多分派閥があるんでしょうね、2階は2階でね、そこでのちょっといざこざというか、人間関係というか権力争いとかいろいろある感じですね。3階は3階でまた何かあるのかもしれないけど、そっか、やっぱり目つけられてたんですね、マリーローズさんね。目つけられてて、目つけられてるからこそお呼ばれをして、一体化の儀式をして失敗させるか、まあちょっと一体化に成功するなら成功するで、2階に迎えて
洗いざらい吐かせるみたいな、そんな目的なんですね、エドワードはね。いやー、どういう決断をするというか、どういう道を選ぶんだろうね、マリーローズたちは。多分レッスンだと思うんだけどな。だからといってその後どうするのかだよね。もう諦めてその儀式に臨むのか。なんかあの儀式ちょっとグロいですね。多分あの感じだと人間のね、その生き人形側がなくなるだけじゃなくて、なんかシャドウもダメになってるっぽいですもんね。どうなのかな、そこはちょっとわかんないですけどね。あのなんか開けた感じはもうなんかシャドウとしてももう形をなしてない感じですもんね。いやー、まさかそんな、あのどっちにもリスクがある儀式だとは思いませんでしたね。なんか完全にそのシャドウ側が乗っ取っちゃうというかね、生き人形側だけにそのリスクというかデメリットというか、まあ乗っ取られてしまうっていうだけなのかと思ってたけど、もっとなんかえぐかったというか闇が深かったですね。それはちょっとびっくりしましたね。いやー、なんか今回それを知ってしまいましたよね。でも一体化するというかね、大人になるということは一体化することだっていうのを、ケイトだけじゃなくてね、ケイとエミリコだけじゃなくてジョンとショーンも知ってはしまいましたけど、どうなっていくんだろうね。それを知った上でみんながどういう決断するのか楽しみですね。ということで、シャドウハウスのシーズン2の9話、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それではマーブルでした。